キャッチー生放送でお送りしています。続いてのコーナーはそれいいなと思う情報をお届けする水曜コーナー、それなー。はい、お願いいたします。お願いします。あ、おいやーさーさー、ハートマナカモレハレノボレ、いやーさーさー、そばの下にハレノボレ、はいやよてば、いやさあさあ、だげてとよろでんよまさてめごと、いやさあさあ。キャッチをご覧の皆さん、チャンプ流芸能団です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、ということで今日はチャンプ流芸能団の皆さんにお越しいただいています。オープン、キャッチのオープニング毎回これにしてほしい。ぜひ使ってほしい。欲しくなっちゃう。言いましたよね。もうあの責任取ってもらいましょう。責任もないので言ってるだけなんですけど、それ次はカチャデフォーだな。いや、あんなスロースタートじゃないですか。これぐらいで盛り上げてほしい。もうすごい盛り上がってる。ありがとうございます。それでは改めて自己紹介をお願いします。チャンプ流芸能団のヘシキアジョウユウヤと、はい、うるま市田場からちょいびん知念正美つんでちょいびんごすうよ、あ、民主庁で見せる。いや、怖い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 。俺、皆さんチャンネル変えないでくださいよ。そのままでお願いします、本当に。怖いわ、本当に。なってますよ、以前ですね、放送していました QAB の番組10時ジャーマで待てないにも出演していただきましたけれども、町谷さんはチャンプ流芸能団分かりますか？いや、でも今回初めてお会いしたんですけど、めちゃくちゃ楽しそうな方たちですね。いや、素晴らしい、もう嬉しいですね。そうでもないですけどね。いや、これあの見て分かる通り、ここあの遠近法使ってるの見えます？あの皆さん気づかないと思うんですけど、あのちょっと後ろ気味、そう、椅子を後ろに寄せてるんですよ。バランス合わせてるんですよ。でかすぎて、知念が。でかすぎるじゃん、小さすぎるんだ。あ、そういうことか。完全に出来上がってる。ずっと見ていたい感じですけれども、営業トークできてます。いや。それではチャンプ流芸能団の皆さん、どんな活動されているのか教えてください。はい、私はチャンプ流芸能団はですね、あの私はヘシキアジョウユウヤが琉球舞踊、そして知念正光が民謡古典音楽、はい、そしてもう一人いるんですけど、はい、中曽根はじめが民謡というですね、はい、ジャンルは違うんですけど沖縄の芸能を一つにして舞台をお届けする、はい、でもその中でも現代にあったね、コントだったり即興芝居を取り入れて、はい、あの幅広い世代、ちっちゃい子からお年寄りまで楽しめる舞台を心がけてお届けしている集団です。はい、今日はもう一方、トムクルーズさん、中曽根さんいらっしゃらなかったですか？あ、チャンプ流のイルコローズさんね。はい、そうです。中曽根はじめくんは今日別の番組に出てさ、来れなかったわけよ。そこまで別の番組とか言わなくていい。言わなくていい。柳口浴びらんけろや。柳口やろ。これで営業でどっかんどっかんですからね。いや怖い。すごいです。もう職人技ですけど。スタジオでもね流れていますが、これテーマ曲、はい、そうなんですよ。これキャンプ流芸能のテーマソングね、僕たちよりこの曲の方が世に出てる感じがしますね。ありがたいですね。だろうみたいな顔やめてもらって、もう本当に本当にこんな俺が申し訳ないですけど、せっかくなんで何か生で披露していただけませんでしょうか？いいんですか、僕たち時間使って。あ、いや逆にいいんですか？いいですか、はい、じゃどうしようかな。じゃあ2時間ぐらいやりましょう。2時間これから。いいですか、ぜひ。じゃあチャンプ流芸能団の曲の中から、はいはい、わしたうちなひやるがへいお届けしたいと思います、はい、それではお聴きください。よっ、花のチュラサや小ガニバナサカチウマンチョソロティアミカシ島の言葉チジイチャビラヒヤヒヤルガヘイササチジイチャビラウネヒヒヒヒヒウネカチャシカチャシカチャシチヨワイヨウネマタ都心の遺産せまん遺産はえならんしやよいやね若さ町村の
さしなわのたんめはいやせんそろよいやねいやさあそ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 ありがとうございます。いや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 もうすごい。なんすかこれ。なんすかもうすごいですけど。すごいですけど。即興芝居だから。俺あげるのかなと思って受け取ろうと全然あげないからね。すいませんね。今日マチョタリさんなんか筋トレしてるみたいでしょ。途中からなんかうねるうねる。プロフェッショナルの前ですいません。いいですね。なんか勝ち足で幸せの輪が広がっておりますね。筋トレ幸せ。はい。めちゃくちゃ楽しかったんですけど、もっと聞きたいなと思って、はい、イベントとかあったり、さすがです、マチョタニさん、ああ実はですね、僕たち5月12日日曜日、うるま市民芸術劇場響きホール大劇場の方で、はい、チャンプ流芸能団母の日公演、はいはいはい、6の巻へ開催することが決定いたしました。お時間の方なんですけど10時半開場11時開演の方になっております。前売りチケット大人が3000円、そして高校生以下が1500円の方になっております。当日はですね500円増しになりますので、はい、ぜひ早めのお買い求めよろしくお願いいたします。お問い合わせは、オフィスチャンプ流098-989-7688までお願いします。平日午前10時から午後5時までとなっていますのでお間違いなく。あれさ、あれ、はいはい、あれさ、とても私の好みだわけさ。そうなんですか。ちょ持ってきて、ね、綺麗な人見たらね、本当メロメロな、気をつけてくださいよ。今朝からカメラ見ない。毒道やや。あのね、自分の財布から。自分の財布から出さんと。これはですね、キャッチをご覧の皆様、視聴者の皆様にプレゼントしたいと思います。よろしくお願いいたします。嬉しい、ありがとうございます。なかなか夕方の情報番組でドゥクドーやって言ったんですよね。最高だな。最高ですよ。はい、チャンプ流芸能団母の日公演6の巻のチケットペア2組様頂戴いたしました。番組のホームページから検索してください。締め切りは今週金曜日となった金曜日までとなっていますので、はい、早めにお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今日のキャッチ賑やかに、ね、楽しませていただきました。チャンプ流芸能団のヘシキリアジョーさん、はい、知念さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。パンパンキャッチ何